であとは今日残りの話なんですけれども、線形写像と次元に関する性質ということで、教科書は163ページの下の方からですね、それから165ページのセクション 6.5 の、 そのおしまいのところまで進みます。で、一応時間の都合でこの授業では証明はすべて省略しますけれども、一応事実だけ、定義と事実だけここで説明しますので、まあ、それはよく確認しておいてください。で、まあ、あと余力がある人はなるべく証明の方も読んでですね、理解してもらえればと思います。で、まず最初にやるのが線形写像の像空間のランクっていう話なんですけれども、まあ、今までその行列のランクっていうのをその行列の方で定義したんですが、まず最初に説明するのはこの線形写像のランクとですね、その行列のランクの関係です。で、まず線形写像の像空間のランクっていうのを定義しますと、まあ、U と V がベクトル空間 で F が U から V への線形写像とします。で、この時に F のランクですね、 F のランクっていうのがその F の像空間、イメージ F の次元ということで定義されます。で、ここでまあ、一応やる性質、学ぶ性質はですね、行列のランクが実は行列によって引き起こされる線形写像のランクに等しいという事実です。で、これは教科書のですと163ページの一番下にある定理 6.14 なんですけれども、A をこういう行列とします。M×N ですね、 M×L の行列とします。 M 行 N 列の行列とします。で、あと LA っていう記号が昔出てきたと思うんですが、これをその A によって定まる線形写像とします。で、今 A の次元が M 行 N 列ですので、これは数ベクトル空間 N 次元の数ベクトル空間から M 次元の数ベクトル空間への線形写像を定める行列になります。で、この時に行列のランクっていうのを皆さん定義覚えてますでしょうか。階数標準形とかそういう話をやったと思うんですが、まあ、具体的にはその簡約階段行列をバーッと求めていって、まあ、行変形をして、で、まず上三角の行列にして、で、その今度はその上三角の上の方もなるべく消していって、最後にはその対角成分だけが残るような形の行列にしたものが階数標準形だったんですけれども、まあ、その A のランクっていうのが実はその A によって定まる線形写像のランクというのは等しいというのがこの一つ目の性質です。ということで押さえておきましょう。で、もう一つ大事な性質は線形写像の次元に関する性質です。で、まず最初に言葉として対価次数というのが定義があります。で、この対価次数っていうのは何かというと、この F、まあ、F を線形写像としたときに、この F のカーネルの次元ですね。今まではその F の像空間の次元っていうのを、F の像空間の次元か。F の像空間の次元っていうのは先ほど言ってた、その F の次元というふうに言ってましたけれども、この対価次数っていうのは逆にその F の、カーネルの方の、カーネルの方の次元を表します。で、今日最後にやる内容はこの次元定理と呼ばれるもので、これ教科書では定理 6.15 に書かれているんですけれども、これは U と V がベクトル空間 でこれは有限次元のベクトル空間とするんですが、その時に F が U から V の線形写像の時にこういう次元の関係式が成り立つと。すなわち、映されるベクトル空間 U の次元っていうのが、実は F のランク、F のランクと先ほど定義した対価次数に等しい、すなわち F の像空間の次元と、あとカーネルの次元の和に等しいというのが、この
線形写像の次元に関する定理です。で、まあちょっとまだ今はですね、そんな使い道はないんです。とりあえずないんですけれども、まあこれからその線形写像の性質をいろいろ見ていく上では大事な定理ですので、押さえておいてください。ここまで質問ありますでしょうか。はい。ということで、一応今日はですね、線形写像の表現行列と規定の変換の計算ですね。あと、線形写像のランクと、それから次元定理について紹介をしました。で、実はこの授業もですね、残すところあと3回になってきたんですけれども、次回は、セクション 6.8 に飛びまして、軽量ベクトル空間に進みます。でそこで、ベクトルの内積とか直交の概念、それから、正規直交規定と、あと、ここでの計算手順として重要なのは、グラム・シュミットの直交化法と呼ばれる、計算法です。で、あと、残りの回で、第7章ですかね、固有ベクトルですとか、固有値ですとか、それから行列の対角化といった、話をしていきたいと思います。ここまで何か質問ありましたでしょうか。それでは今日の講義はこのところで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。